ドン・キャバレロは1991年にアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグで結成されたポストロックバンドである。いわゆるマスロックというジャンルに定義されるがバンドのメンバーはこう呼ばれることを嫌っているようである。バンド名はアメリカのコメディアンであるジョー・フラハーティによるキャラクターでアルガイ・キャバレロに由来する。ドン・キャブやザ・ドンと省略されて呼ばれることがある。 1993年夏から2000年にかけて、タッチゴーレコードから5枚のアルバムを発表した。2000年11月に、バンドは一時的に解散した。ドラマーのデーモンチェが再びメンバーを募って、再結成したのが2003年で、リラプスレコードから2枚のアルバムを発表した。バンドの音楽性は非常に革新的で、先駆者の少ないジャンルだった。 独創的な構造物を描いた画家として知られるマウリッツ・エッシャーが音楽を作ったらこのようだっただろうと言われたこともあった。アルバムは複雑な構成をしており複数のセクションがゆるりと連結させられている。時として変拍子が用いられたりギターリフがひっくり返される。ありがとうございます。